こんにちは FVOTV でおすすめです。うん <coughs>。感じですが、今日はちょっと最初に注目したいと思います。今日はちょっと下品な言葉がちょっと出る、出るので、ちょっとその、そういう系が嫌だっていう方はここで、ここで動画を閉じてください。そこは、そこはご注意ください。一応言いましたからね。 では行きます。あと、最近、なんか、あと、ね、菅内閣じゃな菅内閣ですね。菅内閣に変わったじゃないですか。で、僕それ思ったんですが、少子高齢化担当とかあるじゃないですか。じ、それって、少子高齢化が問題になるから作ったわけであって、少子高齢化が問題にならなければ、そんなこと、そんな担当大臣作らなくていいんですよ。 で、今の僕、教育にあり方を今一度考えてみたんですよ。ちょっとさ、おかしいじゃないですか。政府は政府で、少子高齢化、少子高齢化って言ってるんですが、実際問題、少子高齢化がダメだったら、もっと増やしたいんだったら、中学校か高校でもうちょっと、性教育、まあ、ストレートに言いますか、セックスのことを、 もうちょっと詳しく教えたりした方がいいんじゃないかなと思います。あと、やっぱり少子高齢化困る。いや、やっぱり妊娠すると困るからって、コンドームの付け方も、もうちょっとね、と教えた方がいいんじゃないんかなって僕は思いますよ。で、実際問題、それに、学校は学校で、そういうのダメって、 っていうのを当たり前に感じてると思うんですが、やっぱり少子高齢化っていう、日本がもう、もう問題を抱えている中で、普通に、実際問題、そのに性教育、セックスのことだったり、コンドームの付け方だったり、セックスのほんと仕方とか、本当に教えた方が、もっと少子,少子高齢化社会を脱却できるんじゃないかな、と思います。 で、実際問題、そんな、少子高齢化社会、少子高齢化社会って言ってるじゃないですか。実際問題仕方がないと思うんじゃない思いますか思うは僕は思いませんよ。実際問題、政府が悪いっていう面もあると思います。実践問題、子供を産んだら、うーんー、まあ、給付金みたいなのその、一家庭に一人、一人ずつ、まあ、 百まあ、あ百まあ50万円としまうでしょう。4人だら200万円。200万円でどんだけ助かるか分かりますま、まあ、まあ、実践問題ベビーカーとかそこ、そこら買っちゃうとあれなんですが、まあ、で、もう、4人だら400万円助かるっていうのであるんですよ。実践問題ここまで育てるのに、中学、と、普通の学校、普通の、ま、こう、県立の方に行くと、 五千二千 ?2000 万から3000万で、で、医学部、まあ大学まで行きますと、普通の大学出るんだったら4000万で、医学部目指すんだったら6000万円ぐらいかかるんですよね、一人。で、4人なら、あがら、に、えっと、2億4000万円。そんだけ負担を抱えられ、抱えるっていうのはやっぱりあるんですが、やっぱりそういう、毎月を、毎月その子供にあった支給を、 するとか、一人、一人月10万円を支給するとか、10万円だったらもう18年間、18年間だから、18年間だから、18, 18年間なんですね。まあ、まあ、普通にここまで行くって言ったって、18かける24で216ヶ月あるんですよ。 10万って言ったって、2000万。本当に、毎月一人に10万円支給するとか、そういうことをしない限り、やっぱり少子高齢化社会はちょっと脱却できないんじゃないんかなと思います。で、実際問題僕は思うには、セックスは本当に、僕は賛,賛成ですし、普通に、したこともありますし、普通に、なんていうのかな、 小作りのためにするっていう、やっぱり皆さん考え方あると思うんですがやっぱり人との、人との営みみたいな感じなんですよ。リテックスっていうのは。なのでほんとこれから本当に、少子高齢か少子高齢かって言ってるんですから、せ、政府が一人ずつに10万円を 毎月、まあ18、18、1八年だと18年。中学校までだったら、うーんと、16だらくて、15ですかね。だったらと、1800万、1人ずつ。って、そうにした方が、少子高齢化社会も脱却できたり、実際もね、そっちの方がじ、経済的にもいいんじゃないかなって思います。実際問題、 何て言うのかなもうそれ1800万ですね。だから、実際問題、そうに、そうにしていかない限り僕は、この少子高齢化社会は脱却できないと思う。もうこれからどん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 人口減る一方だと思います。やっぱり若者をドンって増やして、 どん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 増やして、本当に年金とか、本当にこれから不安を抱える、本当にそういう面に関しては、やっぱり少子高齢化社会を脱却し、やっぱりこれからは本当に性教育のことも高校か中学できちんと教えて、そういうい 危険な行為はしないように、コンドームの付け方とかだったり、実際そこで実技のテストだったり、まあそこらへちょっと、そこら辺までちょっと言っちゃうとあれなんですが、まあそういうことまでした方がいいんじゃないんかなって僕は思います。実際もね、今回のコロナ禍で、まあ10万円皆さんに寄付したじゃないですか。約1億人がいるとして、それが10、10 1 0系かな1 0だと思うよ。1 0を皆さん、まあ、全国民に関すれば、1 0を支給したじゃないですか。10万円ずつで。実際問題、それも、これコロナ禍だからできたことなんですよ。だから、コロナ禍がなければ、絶対そんなことしなかったんですよ。だから、今こそ、政府が一丸となって、これから、これから、どん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 、どん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 、少子高齢化、 を直面することじゃないかなって思います。実際問題、これからと少子高齢化少子高齢化って言うんですから、政府がきちんと対策打たない限り僕はできないと思います。実際問題、セックスとか普通に、こういうこと言ったら普通にミラティブとか、 結構、まあ、僕の使ってるツイ、ツイキャスだったり僕、そのことを言ったら、バンされました。ツイキャスは。本当に。そういうことを、やっぱり、バンっていう、やっぱそういうことがあるから、やっぱり、えっと、人間も普通の世界では話せないので、やっぱりそういうの、セックスは発言してもいいんだ。セックスしようって言っていいんだっていう国にしない限り、この、 この世界は、まあ、世界という日本は少子高齢化社会にどん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 なっていきます。僕が今まあ病気を患ってない限りは残り、まあ100年って経ったら80年ぐらい生きるんですよ。で、実際もね、これから年金がどん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 支給されるのが上がるっていうのが問題になっているじゃないですか。 で、実際は僕が思うのは、そういう面にも関しても、やっぱりこ、本当に、やっぱりその、まあ、年金を納めるっていうのもあるんですが、やっぱり若者が、若者が年金を育てない限り、本当、なんて言うんだうからもう、お年寄りに、ね、支給されないじゃないですか。なので、本当に、一時期は大変かもしれないと思いますよ、政府,政府だとしても。一人10万円とか、本当に、本当に、 残念かとも知りませんが、本当に、一人10万支給する段もう毎月支給するだけで、まあ、どれだけ手間がかかるかって感じなんですが、そうすれば、少子高齢化社会も、脱着できて、消費税だって、まあ、下げる、下げられることもできますし、普通に、なんかの税をふ、税を減らしたりできるかもしれない。やっぱりそういう面に関しては、きちんと政府が対策してほしいなって思います。 まあ、本当にこれからも性教育は、まあ、これから学んでいく。まあ、小泉純一郎は言ってます。小泉純一郎の子供の時代は、えっと、この、わた私た、私たちの時代はこの、私たちの小さい頃は、こんな、こんな性教育は教えてもらえなかったんですが、なぜかわかんないんですけど、自然に覚えちゃうんですよね。そうなんです。覚えちゃうんです。自然に覚えるからダメなんです。やっぱり学校で、 普通に教わってやっぱりそういうのは恥,恥ずかしくないんだから裸になるのは恥ず,か恥ずかしくないんだっていうのをやっぱりこれからのこれからどん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 広げていかなければなって僕は思いますではでは今回はこんなもので本日もご視聴ありがとうございましたチャンネルをとるグッドボタンを押してくれたりがたいですそれではまた次回の動画でお会いできることを楽しみに,にしておりますそれ,それでもまた次回お会いしましょうじゃあね